どうも、ゲーム仮面です。さあ、荒涼にオンラインで、広場に恐ろしいナンパ男がね現れた時の様子をお届けします。まあ偽名だと思いますけどね、名前はねもう隠しません。晒します。これはねちょっとね気をつけてほしい。特に女の子、こういうやつが危ないやつだってことを知ってほしい。どうぞ。小さい女の子が好きなんです。小さい子と話したい。中学生でもいいです。やばいロリコンだ。住所と電話番号を教えてくれる女の子、誰か付き合いませんか？小学生でもいいです。キューブ払います。耳打ちください。 LINE でもいいですよ。住所&電話番号 or LINE。いや、こいつマジでヤバいやつだぞ。誰かいませんか？悪質なナンパはやめて。怪しいことはしません。いや、怪しすぎるよ。直接会ってお話ししたいだけです。それが怪しい。ダメだ、こいつまた同じこと言ってやがる。これで騙されてついていったら絶対危ないことされるぞ。これ会って少し世間話したいだけです。怪しいことはないです。怪しい。このゲーム小さい子が多いのでお話ししたくて。ロリコン。違います、小さい子と話したいだけです。それがおかしいよ。俺は注意を続けたが、彼はさらにとんでもない行動に出る。付き合いませんか？悪質なナンパはしないで。僕、このゲーム、女の子と話すために始めたんですよ。カップルいます？いません。キューブ払うので、付き合っていただけませんか？こういうやつは許しちゃいけねえ。ロリコンナンパ師、出て行きなさい。ちっ、ここもダメか。彼はその下打ちをした後、広場から立ち去った。しかし彼がまたいつナンパしてきてもおかしくないし、彼と似たような人はこの世界にはまだたくさんいるのかもしれない。とにかく女の子はこういった人には気をつけないといけない。俺は見つけたら絶対に許さない。ゲーム仮面の戦いは続く。応援よろしくお願いします。